パリ五輪日本代表スペイン戦疑惑の判定オンパレードで批判殺到。細谷のゴールが取り消されたシーン。はぁ、もう意味わからん。このシーン、オフサイドって言われたらこれは仕方ないにしろ、全体的におかしいだろ。是が非でもスペイン勝たせた一心の思惑が伝わってくる試合で胸くそ悪い。これでオフなるんか、へぇ。前代未聞の主審がオフサイドの笛を吹く始末。しかも1ミリもオフサイじゃないし、主審サッカー知らないだろ。どこの主審だよお前。副審旗上げてないのにオフサイドって認知できる空間把握能力しゃび超えてんな。スペインよりのキャッチやな。つまんな、スペインの回し者か。グバルシの細谷へのタックルもどうかと思うけど、この主審ないわ。トレンドこうなる。クソ審判確定。主審まずハーフタイムにルールブック確認しようか。何がオフサイドかわからなすぎる。クソ審判すぎるだろ。背負ったのにオフサイドとか前代未聞の珍事件すぎてくさ。そりゃクソ審判もトレンド入りしますわ。クソ審判今すぐ追放しろ。